はい、ゆうチャンネルです。今回は買い物動画となります。本日8月2日にいろんなものを買ってきたので紹介します。そしてメイン買い物というか、これがメインなんですけど、ラブライブの一番くじサードステージですね。ラブライブの一番くじの最新弾です。いやー、やっぱり新しいのは人気でしたね。並びました。そして最初の店舗では3回しかできなかったんですけど、2店舗目でまた妹と一緒に行って20回やってきたので、合計23回できました。こちらは別の動画でアップしますので、ぜひご覧ください。そしてあとはアイカツと、まあ、これは特急ジャーの商品なんですけど、ビルド台をミニプラって言って自分で作る商品ですね。もう完成してるんですけど、予備でもう1セット買いました。そしてアイカツ商品のメインはこちらです。アイカツブランドドレスパック、こちらは1パック3枚入りで、1パック買うといずれかのブランド1コーデが揃うという商品です。そしてこの商品はアマゾンにも載ってなくて、コンビニにしか売ってないんですかね。で、店舗で検索して行ってみたんですけど、なかなか置いてなくて、やっとゲットしました。まあ、昨日から探していて、とあるコンビニで、まあ、セブンイレブンなんですけど、明日の夜中から朝入荷しますよって言われたので、朝の5時に行って受け取ってきました。いやー、よかったですよ。ワンボックスなんとか確保できました。ワンボックス買えばコンプリートできるそうなので、中身もまだ楽しみです。ラストはこちら、アイカツデータカード出す組リミテッド2です。先ほど紹介したブランドドレスバッグ、こちらですねを買いに行った際に、店員さんがこっちも出してきてくれたので、見たことないですよね。発売は知らなかったんですけど、みくるちゃんとかが写ってるので、多分新しいアイカツのデータカード出す組ですかね。なので勢いでワンボックス買いました。こちらも中身ラインナップ等が全くわからないので楽しみです。以上で買ったものは全てです。まあ、アイカツのこのブランドドレスバッグも欲しかったんですけど、今日のメインはこっちですね。ラブライブの一番くじなので、こちらの動画はなるべく早くアップしたいと思います。ただこのくじをやりに行くのに、猛暑の中あちこちダッシュしたので、ちょっと今バテバテです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。